死んでしまったんですか。間もなく死にます。これが呪いです。体内に残留する鬼舞辻の細胞に肉体を破壊される。炭治郎さん、この方は十二鬼月ではありません。え、十二鬼月は眼球に数字が刻まれていますが、この方にはない。おそらくもう一方も十二鬼月ではないでしょう。弱すぎる。弱すぎる。あれで、この血が治療薬を作るための手がかりになると良いのですが。先ほどから禰豆子さんがこのような状態なのですが、大丈夫でしょうか。大丈夫です。多分二人のことを家族の誰かと思っているんです。家族。しかし禰豆子さんのかかっている暗示は人間が家族に見えるものでは。私たちは鬼ですが。でも禰豆子はお二人を人間だと判断してます。だから守ろうとした。俺、禰豆子に暗示かかってるの嫌だったけど、本人の意思がちゃんとあるみたいでよかった。すみません禰豆子。禰豆子、離れるんだ。失礼だから。ありがとう禰豆子さん。ありがとう。生きたいと思いますか。本当に人で亡くなっても生きたいと。このまま病であなたは命を落とすでしょう。ですが人で亡くなることは辛く苦しい。私たちはこの土地を去ります。鬼舞辻に近づきすぎました。早く身を隠さなければ危険な状況です。それにうまく隠しているつもりでも、医者として人と関わりを持てば鬼だと気づかれる時がある。炭治郎さん。はい。禰豆子さんは私たちがお預かりしましょうか。え、絶対に安全とは言い切れませんが、戦いの場に連れて行くよりは危険が少ないかと。そうかもしれない。確かに預けた方が禰豆子のためにも。珠代さん、お気遣いありがとうございます。でも俺たちは一緒に行きます。離れ離れにはなりません。もう、二度と。わかりました。では、武運長久を祈ります。じゃあな。俺たちは痕跡を消してから行く。お前らはさっさと行け。あ、はい。それでは、珠代さんも湯城さんも、お元気で。行くよ、禰豆子。炭治郎。お？お前の妹は美人だよ。